アトムエゴヤンはカナダの映画監督、脚本家、映画プロデューサー、俳優である。1960年7月19日亡命したアルメニア人の両親のもとエジプトカイロで生まれる。父親は画家、母親は劇作家であった。3歳の時に一家でカナダに移住する。トロント大学で国際関係学を学んだ後、映画制作に興味を持つようになり、 1977年に最初の短編映画ラストオブエイユーニックを制作。1980年代に入りピープショーやオープンハウスなどを制作した後、1984年にネクスト・ブキンで長編映画監督としてデビューする。1987年のファミリービューイングは翌1988年の第38回ベルリン国際映画祭の フォーラム部門に出品され、インターフィルム賞を受賞。同年の自認賞では、作品賞など8部門にノミネートされた。日本では長らく劇場未公開であったが、2004年に開催されたアトムエゴヤン映画祭2004で上映された。その後制作したスピーキングパートやザアジャスタは、カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に出品され、高い評価を得た。 1994年のエキゾチカは第47回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され国際映画批評家連盟賞を受賞。1997年のスイートヒア,アフターは第50回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した。これらの作品はジニー賞の作品賞、監督賞も受賞している。2002年、 自身のルーツでもあるアルメニアの歴史の中のオスマン、帝国によるアルメニア人虐殺について扱ったアララトの聖母を発表。その内容には賛否が分かれたが、ジニー賞では3度目の作品賞を受賞した。2008年ダンデイビッド賞受賞。2013年のデビルズノットは批評家に酷評された。2014年、白い沈黙が。 第67回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映されたが、批評家からは酷評された。現在、新作の手紙は覚えているを制作している。ありがとうございます。